地震や津波が直接の原因ではなく、避難生活などが原因で亡くなる、いわゆる災害関連死。長引く避難生活の中、疲労による病気や事故、精神的ストレスなどが原因で亡くなることを言います。2016年の熊本地震では、直接死50人の4倍を超える218人が災害関連死と認定されています。70歳以上の人が圧倒的に多いという災害関連死。主な要因は、普段飲んでるお薬がなくなって、毎日飲むべきお薬が飲めなくなった。例えば糖尿病で、糖尿病のお薬やインスリンなどの注射薬が使えなくなった。高血圧で血圧の薬が飲めなくなった。心臓の病気の薬が飲めなくなった。そういったことによる病気の悪化、これがまず一つ大きいですね。で、次に、環境的な問題。やはり自宅での生活から避難所での生活になります。そうすると、その避難所というのは大体は、最初は体育館なんですね。体育館は冷暖房がしっかり効いているわけではありませんし、当然停電もあります。ですから暑い寒いといった環境に置かれて、それもプライバシーがあるわけではない、硬い床の上に、毛布1枚敷いて寝るぐらいの状況になってしまう。そういった状況によって、病気が悪化するという場合もあります。ずっと座った状態でいると、足の静脈に血栓ができて、エコノミークラス症候群になって、その血栓が肺に飛んで、命に関わることが起きるというのがあります。それからもう一つは疲労ですね。もう純粋に復興作業で疲労をする人もいれば、もう避難、移動ですね、そういったもので、疲労をして、それが怪我につながったりとか、あるいは脳卒中や心臓の病気につながると。能登半島地震では、近森病院の災害派遣医療チーム、DMAT が被災地に派遣されました。現地で医療支援に当たった医師や看護師が目にしたのは、将来の高知の姿でした。過疎化、高齢化が目立つ地域に地震が起きたということで、状況としては非常に、高知県と似たような状況が起きたのかなと思います。ですから、そういった中で、高齢者の方が低体温で亡くなったとかですね、冬ですからね、なおさらですけれども、それから道路状況が悪くって、避難もままならないし、そもそも近くの避難所に移動するのもままならないと、そういったことが高知でも同じように起こりうる。能登半島地震の石川県内での死者は241人。このうち15人が災害関連死ですが、伊原医師はその数は今後さらに増えると見込んでいます。もともと介助が必要だった方が、例えば寝たきりになってしまうとかですね、あとは衰弱するとか、そういったことが原因となって、亡くなってはいるけれども災害関連死かどうかという検証がなされていない方というのがたくさんいらっしゃると思いますので、間違いなく増えると思います。災害関連死を防ぐためにやるべきこととは、普段飲んでるお薬、何日か分でもいいので、普段持ち歩いてるカバンの中に入れておくとかですね、そういったことはしてほしいなと思います。1時間に1回はちょっと立って歩くとかですね、足踏み運動をするとか、そういったことが勧められています。避難所の環境を早期に改善することや、環境の変化によるストレスをゼロにすることは難しいと話す伊原医師。避難者同士の協力、支え合いも大切だと考えています。毛布を持ち出せるお家があったら、そこから持ってきてみんなで使うとかですね、倒壊していないお家から食べ物を持ってきてみんなで分け合ってとか、おそらくそういった県民の中で
助け合う気持ちが大切になるだろうなと。例えば余震が何度も揺れて怖いとかですね、日常生活と一気に生活が変わってしまって不安であるとか、そういったものが改善できるとすれば、それはやはり助け合いなんだと思うんです。そのみんなで集まって話すことで、少しでも その体にかかるストレスとか心にかかるストレスが和らげられれば、それはきっと役に立つんじゃないかなと思います。